こんにちは、スタイリストのおやむしゅんです。今回の動画では、40代の男性に似合わないアイテムベスト5というテーマで動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルを見ていただいている方というのは、重いですね、30代後半から40代の方が多いかなと思うんですね。まあ僕自身30代後半ですし、普段ですね、僕はスタイリストとしていろんな方をコーディネートする際に、結構ですね、40代の男性が多いわけなので、まあこのような世代の方にどんなものが似合って、どんなものが似合い づらいといとうのはですね僕は感覚的に掴んでるんですが、そのあたりをですね、今回はうまく言語化しながら、これはちょっと似合いづらいから、こちらのアイテムに変えた方がいいですよというところをですね、皆さんに具体的にお伝えをしてみたいなというふうに思っています。 今ではですね、結構ファッション系の YouTube チャンネル、様々なものがあるんですが、意外とですね、40代向けの情報が多くないのと、あってもですね、結構高いものを紹介されているチャンネルが多かったですので、なるべくですね、リアルな価格帯のものだとか、気軽に手に取りやすいものなんかを中心にですね、皆さんにコツをお伝えができればなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。 こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。大体いいですね、週に3、4本ぐらいのペースでオリジナルの動画をお届けしているので気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。 はい。ということで、ここからは40代の男性にどのような服が似合いづらいのか、このあたりを具体的にお伝えしたいなと思ってるんですが、今回はですね、5つのアイテムを挙げてみたいというふうに思っています。ただ、その前にですね、全体像として、こういったアイテムは40代を過ぎるとなかなか似合いづらいですよということをですね、皆さんと共有をしたいと思っていますので、お得意のですね、ホワイトボードにまとめてきてみました。はい。ということで、こちらを見ながら進めていきたいなと思ってるんですが、 40代の男性に似合いづらい服ベスト3ということで、ここはですね、具体的なアイテムというよりは、割と抽象的な3つの項目を並べているわけなんですが、1つ目から見ていきたいなと思っています。まずはですね、 カジュアルすぎる服というのはですね、なかなか似合いづらくなるんですね。まあ、ファッションアイテムにはですね、よく僕も動画の中で言ってますが、カジュアルめのものと綺麗めのものがあったりするわけですね。まあ、代表的なところで言うと、カジュアルめのものは部屋着みたいな感覚のものですね。スウェットだとか、パーカーだとか、T シャツだとか、あとはサンダルだとか。 こういったものがカジュアルめの服で、綺麗めになってくると、スーツに近いようなアイテムですね。ジャケットですとか、スラックスですとか、白シャツですとか、こういったものが綺麗めになるんですが、このような2つの傾向で言うと、カジュアルすぎる服というのはですね、なかなか40代以降は似合いづらくなってくるのかなというふうに思っています。 ま、雰囲気もですね、20代の子と違って、やっぱり大人の雰囲気が出てくるわけなので、その雰囲気にですね、カジュアルすぎるものというのは、結構ギャップがあって似合いづらくなりますので、このカジュアルすぎる服というところは注意をした方がいいかなと思っています。具体的にどんなものが NG なのかについては、この後のですね、5つのアイテムに含まれていますので、また後ほど解説をしたいなというふうに思っています。続いて2つ目なんですが、トレンドに寄りすぎてる服、これもですね、なかなか似合いづらくなってくるんですね。 服にはですね、定番寄りのものとトレンド寄りのものがあるわけなんですが、40代以降になってくると、どちらかというと定番寄りのアイテムの方が似合いやすくなって、あまりにトレンドによったものだと、ちょっと無理しているような感じがしてしまうので、なかなか難しいんですね。 まあ必ずしも NG というわけではなくてセンスのいい方とかおしゃれな方というのはトレンド用の服というのもうまく着こなすことができるんですがなかなかですねおしゃれに自信がない方が頑張ってトレンドの服を着てしまうとなかなかそれが馴染まなかったりするのでここは注意が必要なのかなというふうに思っています、まあ、具体的にはですねサイズ感ですね 最近はビッグシルエットというものが流行っているわけなんですが、これもですね、極端に大きいものを40代以降の方が着ると、やっぱりですね、違和感があって、なかなか馴染みにくいかなというふうに思うんですね。そういったものが似合うのは、20代、30代前半までかなと思ってまして、僕のような30代後半でも、あまりにビッグシルエットのものはなかなか似合いづらいので、ちょっとゆったりめぐらいのサイズ感であれば、僕はですね、全然問題ないかなと思うんですが、あまりにトレンドに寄りすぎているものというのは、注意が必要なのか、 かなというふうに思っています。 そして3点目はですね、安すぎる服ということで、これもですね、結構注意が必要なんですが、僕は普段動画の中でユニクロだとか GU だとかグローバルワークだとか、もう少し価格帯を上げるとグリーンレベルだとか、ナノユニバースですとか、セレクトショップのアイテムをご紹介するわけなんですが、全身安すぎる服だと、なかなかですね、40代以降の男性だとちょっと似合いづらいかなというふうな感じがしています。まあ先ほどもお伝えした通り、トレンド感のあるような GU もですね、すごくいいんですけども、なかなかですね、サイズ感 感が大きかかったりだとと素材の質感も決して上品というわけですので、全身を安い服だけで揃えるのではなくて、ある程度ミックスすることが大事かなと思っています。セレクトショップのオリジナルのアイテムとユニクロのアイテム、もしくはグローバルワークのアイテム、このあたりをミックスしながらメリハリをつけると結構バランスが取りやすいかなと思うので、価格帯が安すぎるものにも注意をした方がいいかなと思っています。 この3つのですね、項目を頭の片隅に置きながら、具体的なですね、アイテムの解説に入っていきたいなと思っているんですが、まず1つ目、NG アイテムなんですけども、これはですね、結構カジュアルなアイテムの代表例なんですけども、夏によく着るボーダーのポロシャツ。これはですね、なかなか NG なアイテムかなというふうに思っています。休日の男性をよく観察していると結構多いんですね。 ボーダー柄のポロシャツだとか、あとは色がちょっとビビットなものだとか、さらに言うとブランドのロゴが載ってるようなポロシャツというのはなかなかですね、素敵に見えづらいので、このあたりはですね、避けておいた方がいいかなと思っています。まあ、ポロシャツというのは T シャツなんかに比べると襟がある分少し綺麗めに映るかなと思うんですが、それでもですね、半袖ということで肌の露出も多くなりますし、さらにはそこにボーダー柄なんかが入ってしまうとかなりカジュアルな方向になってしまうので、なかなかですね、大人の男性には 似合いいいづらいかなと思っていますさらには、ポロシャツというとですね、どうしても休日のおじさん感が漂いやすいので、こういったものを着るとかなりおじさんっぽくなりやすいので、もし着るのであれば、ネイビーですとか、ブラックですとか、ダークグレーですとか、こういった色の濃いもので単色のものをですね、着た方が、僕はバランスがいいかなと思っています。 その際にですね、先ほどの3点目の項目にあった安すぎるものの選択肢は外した方がいいかなと思ってまして、ユニクロでもポロシャツは売ってますが、ポロシャツって夏の着こなしの主役になるじゃないですか。それが全身の中ですごく目立つアイテムになるので、そういったものに関してはユニクロだとか GU で買うのではなくて、ちょっと背伸びをしてセレクトショップのオリジナルで揃えるとバランスがいいかなと思っています。グリーンレーベルですとか、あとはエディフィスですとか、 あとはポロシャツで言うと結構トゥモローランドのポロシャツなんかもいいかなと思うのでこういったちょっとですね背伸びをしたもので揃えていただけると大人の男性が来てもおじさんっぽくなりづらいかなというふうに思っていますのでぜひこの点も頭の片隅に置いていただければなと思っていますはい続いて2点目のアイテムなんですがこれは T シャツのジャンルの中で注意をしていただきたいんですが ヘンリーネックの T シャツというものなんですね。まあこれはですね、なかなか分かりづらいかなと思うので、画像を見ていただきたいなと思うんですが、このようにですね、襟元にボタンがついているような T シャツなんですけども、結構ですね、昔は流行ったんですね。まあ僕ら世代だとか、もう少し上の世代、40代の男性なんかは、こういったヘンリーネックの T シャツなんかをですね、よく着ていたことがあるかなと思うんですが、最近はですね、ちょっとトレンドからはだいぶ遠ざかってしまっていますし、なかなかですね、カジュアルな雰囲気が強まってしまうので、 個人的にはですねこれはおじさんっぽく見えるアイテムなのかなと思いますので避けておいた方がいいかなというふうに思っています。またはは同じ T シャャツののジャンルの中では V ネック T シャツも結構注意が必要かなと思っています。これもですね、僕ら世代としては結構定番的かなと思うんですが、今からですね、10年ぐらい前にはこういった V ネック型の T シャツが結構流行ったんですね。僕自身も今から12、3年ぐらい前はかなりですね、丸首の T シャツよりも V ネック型を着ることが多くて結構 V が深いものも着ていたりするんですが、そういったちょっとセクシーっぽいような T シャツというのは今は流行らないですし、ちょっと時代遅れ感が出てしまうので、V ネック の t シャツも僕は避けた方がいいいかなと思っていますヘンリーネックにしても V ネックにしても結構ですね、胸元が大きく開きがちなので、そういったものではなくて、今はクルーネック型と呼ばれるような普通の丸首型の方が断然合わせがしやすいですし、大人の男性には似合いやすいかなと思うので、そういったものを選んでいただければなというふうに思っています。 はい、続いて3点目なんですが、これはショートパンツ及び6部丈ですとか7部丈のパンツのような中途半端な丈のボトムスですね。こういったアイテムに関しては40代以降になるとなかなか似合いづらくなるので避けておいた方が無難なのかなというふうに思ってます。まあこれからまさにですね、夏に突入するわけなんですが、結構ですね、短パンっていうのは快適なので愛用してる男性も多いかなと思うんですね。まあ僕自身も短パン大好きなのでかなり履いているんですが、やはりですね、 30代前半は全く問題がなくて中盤も問題なくて30代後半になってくると少しずつ違和感が出てくるようになってくるんですね。 というのも、周囲を見渡しても、やっぱりですね、同世代の人って、ある程度綺麗めな着こなしになっていたりだとか、あまりにカジュアルすぎるような短パンって、避ける方が多くなってくるんですね。ファッションって、あくまで周りとの調和というところも重要だったりするので、あまりにですね、人と違ったものに攻めすぎてしまうと、それまたですね、第三者から見られた時に、ちょっと違和感が生じてしまうかなと思うので、短パンはですね、正直40代以降になったら、避けておいた方が僕は無難なのかなと という風に思ってます。もちろんですね、おしゃれな方であれば、そういったものを着こなすことができるので、絶対に NG というわけではないんですが、多くの男性にとっては、ショートパンツ、なかなか40代以降は難しくなってくるかなと思うので、注意が必要かなと思っています。 僕自身もまだまだ履きたいなというですね、意識はあるんですが、今年になってからかな、ちょっと違和感を感じるようになったので、夏でもですね、ロング丈のパンツで、まあ素材的にも軽くて清涼感があるようなイージーパンツだとか、そういったものの割合をですね、少しずつ増やすようにしています。 まあここはですね、ここは年代によって似合うものは変わってくるというところで仕方がないことなのかなと思っていますので短パンを履くのであればある程度のおしゃれさがないと難しいというところも頭の片隅に置きながらロング丈のパンツというところですね、主軸にしていただいた方が僕は間違いがないのかなというふうに思っていますはい、続いて4点目のアイテムなんですがこれは小物になってくるんですが 帽子ですね。結構休日って寝癖を直すのがめんどくさいので帽子を被っちゃうという男性も少なくないかなと思うんですね。例えばニット帽ですとかキャップですとかこういったものって便利で僕自身も大好きだったんですがまあやっぱりですね20代だとか30代前半であればこういったものが似合ってたんですけども30代後半から40代ですとか50代になるとこのようなカジュアルな帽子がなかなか似合いづらくなってくるかなというふうに思っています。これも,もち もちろん人によるので誰もがというわけではないんですが一般的な男性であればこういった帽子系は ちょっとですね、距離を置いた方がいいかなと思っています。キャップにしてもニット帽にしても結構ですね、僕なんかは10代、20代の頃よく被っていたんですね。まあ、僕ら世代からすると定番的ですごくですね、馴染みのあるものなんですが、それがいつまでも似合うかと言ったら、なかなかそうもいかないのが現実で、ちょっとカジュアルなものに関しては僕は避けておいた方がいいのかなというふうに思っています。まあ去年の冬ぐらいですかね、久々にニット帽を被ってみたんですが、なんか似合わないんですよね。 やっぱり自分自身も年齢を重ねているわけなので、どのアイテムもかつてのように似合うかというと、そんなことはなくなってくるので、なかなかですね、そういった帽子は難しいかなと思うので、できれば休日だっても、いつも通りにある程度寝癖を直して、普通に髪をセットして出かけた方が、僕はバランスがいいなというのをですね、割れながら実感しているわけなんですね。もしもどうしてもですね、キャップなんかをかぶりたいという方はですね、あまりワッペンだとかデザインの入ったものではなくて、 なるべくネイビーだとかブラックだとか単色の無地のものを選んでもらうと結構バランスがいいかなと思うのでなるべく帽子を選ぶ時にはシンプルなものを選んでみるとバランスが取りやすいかなというふうに思っていますはい続いてラスト5点目なんですがこれは柄物の服ですね具体的に言うとプリント T シャツですとかあとはチェック柄のシャツこのあたりはめちゃくちゃ似合いづらくなってくるのを僕自身も感じているので注意をした方がいいのかなというふうに思っています とは言いつ,つ、僕も今ですね、プリント T シャツを着てるわけなんですが、僕もですね、プリント T シャツを着るのであれば、できるだけ1枚で着るというよりは、重ね着の一部として着るようにしていまして、今のように上にですね、ジャケットを着てみたりだとか、シャツアウターを羽織ってみたりだとか、そういった時に限ってプリント T シャツを着るようにしてるんですね。なかなかプリント T シャツ1枚だけだと子供っぽく見えてしまいますし、 プリント柄の選び方にもかなりのセンスが重要になってくるので、あまりファッションが得意ではない方は、あえて選ぶようなものではないのかなというふうに思っています。 同じくですね、チェック柄のシャツというのもなかなか危険なアイテムで、冬によく着るような寝るシャツみたいなものも危険ですし、あとはおっきめのチェック柄というのはなかなか僕ら世代には似合いづらくなってしまうので、そういったものは避けておいた方が僕は間違いがないのかなというふうに思っています。やはりある程度年齢を重ねてきたら断然無地の方が似合いやすいかなと思いますし、もしもそれだとちょっと退屈に感じるかなという方は、素材の質感を上げるだとか、色合いで楽しんでみるというのがバランスが取りやすいかなと思います。 と思っています先ほどですね、こういったものが似合わないというような抽象的な3つ挙げたと思うんですが、その中の3つ目ですね、安すぎる服というのは似合いづらいという話をしたかなと思うんですが、ある程度年齢を重ねてきたら、素材の質感を上げた方がバランスが取りやすいかなと思っています。素材の質感を上げることで表面に滑らかな光沢感が生まれたりだとか、あとはダークグリーンだとかロイヤルブルーだとか、ちょっと暗めなんだけども綺麗な色を選んだ時にも、質感が綺麗なものだとすごく上品に映りやすいんですね。 ですので、柄とかプリントでインパクトを出すのではなくて、質感の良さだとか、ちょっとした色合いの綺麗さだとか、こういったところでアクセントを使った方が、僕はですね、40代以降の男性には似合いやすいかなと思うので、このあたりも頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、40代の男性に似合いづらいアイテムを具体的に5つご紹介させていただきました。 ま、一言で言うなら、カジュアルすぎるものが、なかなかですね、40代以降は似合いづらくなるかなと思うので、なるべくちょっと綺麗に見えるようなアイテムを選んだ方がいいのかなというふうに思っています。 本当に僕自身もですね、独立した時っていうのは20代後半だったので、割とですね、どんな句でもなんとか着こなすことができたんですが、年を重ねるごとに、あれこれ違和感あるなというものが増えてきたんですね。それは仕方がないことで、僕ら自身もですね、確実に年を重ねていくわけで、そうなると雰囲気も変わってくるし、髪の毛だとか、肌の質感も変わってくるし、あとは時代の流れなんかも変化してくるので、どんなものが似合うのかも大きく変わってくるんですね。ですので 20代後半ぐらいの感覚で今もですね、服を選んでしまうとなかなか似合いづらくなるので今回ご紹介した5つの項目をですね、改めて確認をしながら今の年齢に合うようなものにぜひ皆さんにはですね、買い替えながら今のファッションをアップデートしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの興味をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。 おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか限定動画では中級者向けのアイテムコーディネートからライフスタイルまで発信皆さんからのご質問のほか無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします大山旬のメンバーシップチャンネル